プロジェンシーなんてすごい大変だと思うんですよ。僕がもしかったらもうこの企画終わり。アイスさん、はい、じゃあ雀荘に来ました、はい、まず勝負しましょう、はい、でルールは半チャンです、はい、でやります。でよくテレビとかである順位付けみたいな感じで、はい、まず半チャン勝負をして、はい、アイスさんは上位2人に絶対入るような上位2人ようなマージャンを、はい、ってことですね。半チャン終わった時に上位に絶対入るようなマージャンをしてください、はい、かつ僕より絶対上位僕が何か分かりませんが、はい、僕がもちろん1位だったら僕の勝ちですし、はい、僕が2位で林さんがもし1位だったら林さんの勝ち。分かりました。っていう麻雀の勝負です、はい、で今日はプロデューサー2人とやりますもう歴では負けてますすで、はい、にここに書いてありますけど、ただベクトあれは関係ないと思う、はい、という感じで半チャンでやらせてください。取材で打ってますね、はいはい、いわゆる取材じゃないやつっていうといつぶりですか。取材じゃないのでも2週間ぶりとかそれぐらいです、はい、誰と打ってるんですかいつも。あ、会社の人と打ってます。それは報道の人、前回のやつ。また別の部署の人ですね。ちょっとでもやっぱり一人でも行けるようになりたくて。ジャンソに？はい。そういう教室とかを今探してるんですよ。緊張してますか？緊張しますよ。やってしまった。これとりあえず実況とかいないんで、これは初めて打つと全く癖とかわかんないから怖いですね。そうですね。会社の同期はみんな知ってるんですか。あ、打つことですか、うん、知ってます。ホームページに書いてる。あ、そうなんですね。特技麻雀。そうそう、うわー、まいったその2週間前はどうだったの、戦績は。ダメでしたね。ボロボロでした。ボロボロ、Thank you.
4時半で、その後やったんだって。ビーチ、あー、ビーチ、ポコピーから、うん、あ、つってるけど。まあ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 、あ、え？流れが変わった。すごい。そうなんですよ。どうしようか。まあね。最初だし。だって負けるわけないって言ったから。そうですよね、うん、チャンネル登録お願いします。